じゃあエンジンかけてライトつけてください。暗いんで。あ、クラクラスケ。ライトもお願いします。はい、虫めっちゃ入るかもしれないな。これ明るい。赤もつけてないと思う。うわ。あれですね、今中さんの自分のと比べたでしょ。フラーって言うた。まあ雲の巣が。ほんなら、はい、まあ荷物今からまあ積みます下ろしますね、はい、いいけど、はい、これを何にも操作せへんかったら、はい、荷物を例えばまあ空ちゃん状態で積んでいったらどんどんケツが上がっていくね。ガーって。もうね、荷物を下ろしていったらどんどんぐしゃーって上がってくる、積んでいったらどんどん下がってくる、はい、だからこれで固定したいときはこれで設定するんだけど、はい、まあとりあえず荷物、まあ、下ろすに、まあ、最適な高さ、はい、まあ、例えば下げようか、下げたいときは赤まで持っていくね、ちょんちょんって赤まで持っていって、ほんで上げ下げするね。じゃあ下げます。ほんで下げる。ずっと長押しです。ずっと長押しして好きな高さまで下げたり上げたりするやん。はい、な、まあ、これで OK ですってなったら、はい、このストップボタンを長押ししたままエンジンを切る。ほなこれでエアサスロックされるからな、はい、ほんでこれでまあ下ろし終わったり積み終わったりするやんか、はい、ほなエンジンかけます。エンジンかけたら、はい、メーターのところにバーッと上がってん、はい、メーターのとこにな、こんな感じで矢印が出んねん、はい、トラックの上下、はい、この時にエアサスのボタンを緑色のとこ持っていくの、はい、緑にして、ましほんで上か下か矢印出てるやん、はい、そっちの方を押す。経験ました。ほんならこれで高さが戻るねん。そんな感じです。だからエアサス上げ下げするときは赤まで持っていって上げ下げして、ほんで長押ししてエンジンを切る、な、ほんで動き出すときはエンジンかけたらそこに上か下かって出るやんか、はい、ほんなら緑まで持って行って、ほんで上下を刺してやったら元に戻る、うん、エアサスはそれだけです、はい、さあ難しくないですけど。わかりました、はい、これなんかさ、今さっきエアサスね、触るとね、うん、ちょっとね、うん、ここタイヤがムニムニ動くんですね。あ、そうなの。あ、テッチ、あ、これ取らなかった今度。エアサスちょっとやってみてもらっていいですか。はい、入ります。はい、引っ張られてる、引っ張られてる。これ上げるから引っ張られてる。下げたら前行くんだ。はい、やっぱり前行ってます。じわじわ、これ怖いって進んでるようですね。そんなのは思わんけど、そんな、なんかほんまに進んでますよ。あれはさ、パーキングブレーカーが全部動くの。そうなんだ、パーキングって引いてるのにね。パーキングは絶対動かんのにな。エアサス上げるよ。はい、上げたら下がっていってる。まあ気にすることじゃないではない。で、まあ、こんな感じで飛ぶ時間、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、終わりました。今日の講習はこんなんですけど、よかったです。もうありがとうございます。徐々に慣れていってください。大丈夫です。わからなかったらすぐ電話ください。わからなかったら田中坊の動画でお願いします。OK です。すぐ電話ください。じゃあ本から直しましょうか。はい、はい、直してください。はい、ジンジンタクティさんが、はい、お願いします。今日はタクティさんに、はい、パレット積みの時の発泡の当て方をレクチャーしました。レクチャー簡単に。暗いな。いや、初めて見た時は、うん、これでもすっごい明るくてかっこいいと思ってたんですけど、けどって言って、けど言ってしまった。タクティさん、おお。OK です。これ何これ。なびいてる。肩なびいてる。なびいてます ね。中でも、はい、こんな感じです。はい。
今日はほんならもうあれですね、全員無事、全員っていうか一台はちょっと帰ってないけど無事帰国ですね。帰ってきました。もうパパさんのトラックも止まってます。止まってる。5時止まってます。暗い。田口さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は一日大変でしたね。お疲れ様でした。来た甲斐がありました。ほんまに？はい。じゃあそう言ってもらえたらよかったです。はい。あそこで坊ちゃんがなんか口当ててますよ、なんか奥の方に。かわいそう。いや田口ちゃん、これカーテン、センターカーテンないの？ないみたいですね。あ、ないみたい。センターカーテンはな、あんまりいらんっちゃいらんけど、これすごいあれですね、しっかりしたやつついてますよね。この前フソ行った時聞いてんけど、はい、これを作ってたメーカーがなくなってんて。あ、そうなんすか。ほんでこれもないねんて。で、なんかさんのペラーになっちゃったんですか。やかましい。これ今日これすごいほんまに重厚感ありません、うん、そう言ってたで。これを作ってたところがもうなくなったから、これも手に入れへんねんて。いや、こんなんやったらほんまに欲しがる人いっぱいおるってことですね。うん、なあ、いらんこと言わんとこ。これこれやばいっすね。これはええわ。いや、ほんまにいいですよね。うん、本来だったらなんかでもほんまこれ欲しいですか。いや、今のはいい。いやあれこれな、こう洗車したらここ汁垂れてくんねん。これ前のドライバーさん綺麗にワックスかけてるけど、ねえ、そう、これ汁垂れるから俺今のが好きやで。あ、でもこれもかっこいいですね。です。じゃあ今日は夜遅くまでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも本当ありがとうございました。お疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。すいません。何までありがとうございます、ね、ちょっと見せてもらっていいですか。もう全く見えてないです。やっぱりこっちから照らすもんなんですね、これは。あ、そうか、そっちから照らすもんない。こっちから照らさんかったらこんなに暗いんや。そっち向いとられへん。あです。はあ、今日は終わり、帰ろうか。はい、お疲れ様でした。ほんま疲れた。今日タクティさんの動画どれぐらい回ったんやろ。本舗タクティさん5600回回ってます。えらいことですね。5600回タクティやん。すごいな。言ってます。チャンネル登録678、678やで。678どう、やばい。678です。678はい、やばいですね。やばいです、ね、はい、皆さんお疲れ様です。お久しぶりです。本舗タクティです。100人ぐらい増えた100人も増えた。あれですね、友達100人できるかなですねこのためにあったんですね、この歌。100人なかなか増えへんで。ねえ。面白いわ。ありがとうございます、ほんまに。これからね、でもどんどんね、はい、頑張ってね、チャンネル登録伸ばしていきましょう。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。これで、ちょっと眩しすぎますね、ほんまに、これ。ちょっと眩しすぎますよね。眩しいよ、このぐらいと、ほんまに。うまいこと、使いようが難しい。だって今下に置いてみて、下に見て、あれ影、進撃の巨人みたいになってるんだよ。ほら影がほら見て、影タクティさん、こっち動いて、右に動いて、こっち動いて、見て、進撃の巨人やよ、これ。やばいってもうちょっと下がって、もうちょっといい感じ、いい感じ、もうちょっと下がって、いい感じ、あ、もうちょっと前、いい感じやで、いい感じ。うわー、すごいわ。完全これ、進撃の巨人やな、進撃です、あんまり見たことないんだけど。すごいわ。なおもろい。おもろい。めっちゃおもろいです。ガチ映ってるな。画面上見たらめっちゃおもろいですよ。めっちゃ面白い。俺も映ってる？出た二人の巨人が。こんな感じ？ね、こんな感じなんですけど、もっと近づいてきたらもっと。もっとこうガチおもろいんですけど、スクリーンが近づきすぎるとなくなるんですね。こんな感じやな。ガオー、こんな感じ。こんな感じ。いいよ。マッスルですね。戦おうか。ガーガガー。何やっとんやっていうぐらいおもろいです。何やっとんやいう面白さがある。すごいわ。よっしゃ、帰ろや。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
さっとさっともう。もうクモの巣が。これ一番すごいやつなんかな。クモの巣がっていうかクモがついてんのかな。どうなってるんですか。クモついてる？クモは。ちょっと鼻穴見て細い？鼻毛が細いですね。鼻毛細い、うん、鼻毛が細い。そう、だんだん細なってる。昔なんか針金のように硬かったけど眩しいだから差しかねえがあれやな、これ逮捕されてこのライト向けられたら喋るわもう全部喋るわもう全部、ちょっとこれ、うん、これって、うん、何だ、いや自分で見えないですよね、うん、これが一番明るいやつなんですかね、うん、タクジさん、歯止めした？それ大事ですね。タクジさん、消えた。探してください。これあれや、なんや、髪の子隠し、じゃあなんて言うやつ、髪隠し。タクティさん髪隠しだったんすか。髪隠しや、タクティさん。おった、びっくりした。どこ行ったんか思ったやん。歯止めしました？しましたよ。ちょっとタイヤ歪んでるんがあかんわ。残念ですね。かっこいい。これは何止めって言うんすかね。やんちゃ止め。やんちゃ止めですね。ああ。やん止め。これ雲の巣なんなんこれ。なんすかね、やっぱあのあらわな取れんやつですかね。もうね、一気にね、うん、もうほんまにおじいちゃんですよ、これ。だっておじいちゃん。これおじいちゃん。まぶしいってだから。これでも、そんな明るくない気がするんですよね。明るい。明るい。あ、ほら。慣れたんすか、ね、これ慣れてきたら、そんなもんやねんて。だって昔、出来たてのラーメン屋が、めっちゃ美味しいやんって言うとって、はい、もうここ味落ちたなって言うやんか。ああ、よく言いますね。慣れたらそんなもんちゃう。慣れなんですね、これ。慣れ。ああ。クモの巣が、はあ、ほんまに慣れてしまったんや。なんかとちょうだい。いや、これはね、うん、あの渡せない品物です。で、ハルキさんの動画あげたん。ハルキさんの動画あげましたよ。あげたん。まだ連絡けえへんわ。ハルキさんとお付き合いしたいですあ、ごめん、まだ、うん、あのちょっと今日のやつもハルキさんのあれ映ってるんですけど、うん、あのまたあの後日。なんで嘘ついた。いや、あの、あ、上がってんやけど、いや、うん、今日あれせ、僕嘘ついてますね、あの人にね。はるきさん、あの、見て、また連絡くださいって言う。そう。はるきさん。もう今日疲れた。明日もう再生しよう。決めたんすか、もう。もうだって、どうぞどうぞやもん。